はい、どこにちゃほしいと。ミクです。はい、さあ、本日はですね、また予約開始及び案内開始の動画、撮っていきたいなと思います。はい、今回ね、1本目はまず、前回の動画でも言ったんですけども、プロセカのミクちゃんですね、粘土ロイド初に行くステージの世界バージョンですね。はい。こちらの子が予約開始になりました。7月の9日から発売、予約開始はしてたんですけども、まあ、とりあえず、まあ、急がなくても大丈夫そうだったんでね、まあ、やっぱりプロセカっていう限定的なところのネンドロイドとかいう風になってくると、まあ、そこまで瞬殺みたいなことはね、ならないのかなって感じがしますね。はい。はい。じゃあ早速見ていきたいんですけども、うん、ステージの世界のミクちゃんが一番ミクちゃんっぽくって可愛いですよね。うん。もちろん、その他のステージのね、その他の世界のミクちゃんも、ミクちゃんっぽいところがあるといえばある。ですけども、うん、やっぱり一番初音ミクっていうのが分かりやすい子っていうのはやっぱりこの子なのかなと思います。はい。で、今回ついてくるのは表情パーツがおそらく2種類かな?3種類っぽいね。うん、この真ん中でハート作ってるの実にアイドルっぽくていいですよね。で、足のところにちゃんと01があるのもいいですよね。うん、やっぱこの衣装可愛くて好きです。はい。で、今回尊いっていうね、多分本来だったら僕らが持つべきであろううちわが、ついてきます。はい。なんでね、これをね別のキャラに持たせることはもちろんできるというふうな感じですね。うん。で、あとは、マイクのパーツもくっついてくるみたいなんですけれども、今回、グッドスマイルオンラインショップの方で予約をすると、特典がついてきます。はい。四つ葉のクローバーライブエフェクトパーツっていうのがついてくるみたいですね。うん、まあ、これはおそらくプロセカの世界を意識したね、エフェクトパーツだと思うんですけども、はい。まあ、こういったものが擬似的に再現できるっていうのはいいかもしれませんね。これなんだ?すっごいドアップなの。その画像いる?うん、まあいいや。はい。まあそんな感じになっているみたいです。で、グッドスマイルオンラインショップで、予約すると特典がついてくる。すごい久しぶりに見ましたよね。うん。すごいなんか懐かしいわ。記憶に新しいのだと、マジミラのミクシャの時以来じゃないのかな。と思うんですけども、ちょっとあんまり覚えてないんですけども、はい。まあ、こんな感じになってるみたいです。もちろん、グッドスマイルオンラインショップ以外にも、Amazon ですとか、アミヤミさんだとか、まあ、そういったところでも一応予約はできます。はい。なんですが、まあ、このライブエフェクトパーツがね、欲しいっていうのであれば、まあ、こちらで買うことをお勧めいたします。はい。で、これは、もともとミクちゃんについてくるもので、四つ葉のパーツがついてくるのは、グッドスマイルオンラインショップだけみたいですね。うん。はい、というふうになってるみたいです。一応、動画の説明欄には、こちらの、グッドスマイルオンラインショップの方載せておきますので、はい。まあ、もし気になる方、いれば、予約してみるのもいいんじゃないかと思います。うん。しかし、ステージの世界が出たのであれば、まあ、他のね、世界もね、出てくるとは思うんですが、ミクちゃんが出てくるにしても、リンちゃんとかね、うん、ルカネとかね、あの辺は出してくるのかなーって感じがしますよね。うん。で、もし可能なのであれば、ネンドロイドを出していただけるのであれば、フィグマをね、出していただきたいなと。で、6人全員ね、フィグマで出して、ネンドロイドで出していただければ、もう並べることができますのでね。うん。そりゃ素晴らしいね。神棚がね、できるんじゃないかと思いますので、はい。ちょっとね、お待ちしてみたいなと思います。今後の展開が楽しみですよね。はい。じゃあ次見ていきましょう。じゃじゃん。はい、続いてマジカルミライ2021の情報です。はい、グッズ情報とかまだ出てきてないんですけれども、とりあえず、チケットの方ですね、が、第1次抽選が終わりまして、二次受付が始まっております。はい。チケットの抽選結果、皆さんいかがだったでしょうか?はい、僕ね、なんと、無事にね、千秋楽を。できたということでね、もう大満足ですよ。もうミクちゃんにも招いていただいたというふうな感じですよね。はい。というわけで、とりあえず僕は一番行きたかった千秋楽だったので、とりあえずまあいいかなとは思ったんですけど、まあもっとね、見たいなっていうのもありますんで、日曜だけでもいいっちゃいいんだけど、やっぱ土曜とかね、金曜とか、今回に関しては金曜日昼もありますからね。うん。全部で、東京だけでも6公演になってますから、
まあおそらく日替わりの公演をやるんであろうとは思うんですよね。ただ金曜日のお休みがちょっと取れるかどうか怪しいので、まあ土曜日のね、昼か夜どっちかね、ちょっと撮ってみたいなとは思っているので、ちょっと2時の方もやってみようかなと思ってます。はい、というわけでね、2時受付の方やってますので、まだね一時抽選落ちたという方も二次受付まだありますんで、諦めずに、ここが大事です、絶対諦めないで諦めなければ道は見えていますんで、はい、こちらの方のね URL 動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひ、まあ、チェックしてみてください。はい、まあ、コロナで行けないという方もいらっしゃるとは思うんですけどね、その辺はしょうがないよね。去年もね、コロナウイルスが蔓延してる中で、マジミラには行ったんですけど、結果的に感染者の報告はなかったんですよね。レーシング場の方だよね。グッドスマイルレーシングの、方が、レーシング場の方が2名、コロナウイルスに感染していたことが判明したんですけど、まあ、今っていうかね、もう無事に回復はしてくれしたみたいなんで、大事に至らなかったみたいなんですけども、やっぱ感染対策が徹底されてたのかなっていうのもあるとは思いますし、あとはおのおのの行動だよね、っていうのも良かったのかなと個人的には思っております。こういう時に見せるねオタクたちの団結力っていうのは素晴らしいからねはい、まあ、その話はさておき、マジミラ2021に行く方も、去年と同様ね、お互い気をつけながら、盛り上げていきましょう。はい。ライブ中もね、皆さんよくね、黙ってね、できたなって私は思いましたよ。まあ、一番最後の最後にちょっとね、突拍子もないことが起きちゃったね、おおとか言っちゃってる方は、まあ、自分も言いかけたんですけども、いらっしゃいましたけども、でもそれはしょうがないことだからね。はい、まあ、そんなことはさておき、とりあえず、今回は、マジカルミライ2021の、二次受付ですね、チケットの二次受付が始まりましたと、それからじゃん、はい、ネンドルが初に行くステージの世界バージョンですねが、予約開始されたという動画でした。はい、まあ、こちらも今後の展開が楽しみなんでね、また予約開始がされ次第またちょっと動画撮ってみたいなと思います。はい、というわけで紹介しのばしとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、ミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価、お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーやと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。